スターウォーズシリーズスターウォーズ登場人物一覧、カイロレンカイロレン、ベンソロはアメリカの SF 映画、スターウォーズシリーズに登場する架空のキャラクター。映画本編での配役はアダムドライバーで、日本語吹き替えは津田健二郎が担当した。スターウォーズ、フォースの覚醒にて初登場したダークジェダイ。ハンソロとレアオーガナの息子で、本名はベンソロ。 旧三部作の悪役ダース・ベーダーにあたるキャラクターで、かつて強力なカリスマ性で、銀河帝国軍を指揮したベーダー同様、帝国軍の残党が結成した組織、ファーストオーダーの幹部として指揮を取り、直属の戦闘部隊、連騎士団を従えている。かつてシスの暗黒教であった祖父のベーダーを崇拝しており、彼への憧れから編成期を兼ねた黒いマスクと黒いローブを身にまとっている。 また、30年前のエンドアの戦いで、ベーダーの遺体が火葬された際に焼け残ったマスクを所有し、実質に保管している。ベーダーが干渉的になったために失敗したことを、ジェダイの最後の生き残りを抹殺することで成し遂げようとしていた。ヤビンの戦いの前、ロザルの反乱者たちの一員であるエズラ・ブリチャーは、惑星ロザルのジェダイ院から、世界の狭間の世界に侵入した。 時空を超越した、この空間の中、ブリチャーは、カイロレンの声を聞いた。カイロレンは、ヤビンの戦いから5年後、惑星シャンドリラの首都ハンナシティで誕生した。ジャクーの戦いから2年後、ベンソロは、シャンドリラのハンナシティで、父ハンソロと母、レイアオーガナと共に生活していた。父から、ガンのブラスターを渡されたレンは、暴力的な面を増長させ、 父が取り上げようとした際には泣き出した。ベンはランドカルリジアンに懐いており、カルリジアンのことを、ワンを、おいちゃんと呼んでいた。ファイゼンゴア創作のため、父がカルリジアンと共に家を開けたとき、ベンは、父が家を開けてから二日目に、父のことを母に聞いた。また、ベンはこのときホログラム上の父と会話したが、父の体に触れられないことを不思議に思った。 強いホースを持って生まれたカイロレンは暗黒面に惹かれ、自身の中のベーダーの存在を大きくしていた。そのため、レイア・オーガナは、兄のジェダイマスター、ルーク・スカイウォーカーにレンを訓練させることを決めた。スター・キラー事変の19年前、スカイウォーカーはレンの訓練を開始した。しかし、レンはスノーク最高指導者の誘惑を受けていた。スター・キラー事変の6年前、 スカイウォーカーは寝静まった、レンの小屋を訪れ、ホースを伸ばして、レンの心に入り込んだ。予感を上回る恐ろしい光景を見た、スカイウォーカーは、ライトセーバーを起動した。この時、レンは目を覚まし、スカイウォーカーを目にし、これから起こることを承知した。レンはホースで自分のライトセーバーを引き寄せ、スカイウォーカーを攻撃し、一方で空いた片手で天井の石を、 スカイウォーカーの頭上に落とした。レンはダークサイドに転向し、スカイウォーカーのジェダイ人を破壊した。ジェダイを滅ぼし、ジェダイオーダーの復活を防いだレンは、ファーストオーダーの将校によって密かに、ジェダイキラーと呼ばれていた。ジャクーの戦いから数十年後、カイロレンは、ジナータ星系の惑星、ピリオデジナータセキュリティに捕らえられた、デルミーコを尋問した。 ミーコはこれに抵抗したが、レンはフォースによって、ミーコの精神に干渉し、ミーコの持つ秘密を暴いた。ローサンテッカが地図を持って、バヨラに向かったことを知ったレンは部下にミーコの始末を、明治、ピリオを立ち去った。カイロレンは、ルークスカイウォーカーの地図を持つローサンテッカが、ジャクーにいることを知り、キャプテンファズマ率いる FN 部隊と共に、ジャクーの村トゥアナルへと進行した。 レンは村人たちを一箇所に集めると鉄火に地図を渡すように要求したが、鉄火は地図を渡そうとせず、レンは鉄火をライトセーバーで殺害した。その直後、レジスタンスのポーダメロン中佐がレンに向けてブラスターを発砲したが、レンはフォースによってブラスターボルトとダメロン自身を制止させた。ダメロンは直ちにストームトルーパーたちに取り押さえられた。鉄火が ダメロンに地図を渡したと考えたレンは尋問のため、ダメロンをリサージェント級スターデストロイヤーファイナライザーへと連行した。その後、レンはファズマに村人の皆殺しを命令した。レンは機関のファイナライザーでダメロンを尋問するが、ダメロンは沈黙を貫いていた。レンはホースを使ってダメロンの精神に干渉し、地図のありかは bb ユニットのドロイドの中であると突き止めた。レンはこのドロイドの捜索をアーミテージ・ファックス将軍に一任した。その後、ダメロンは、ファーストオーダーの内部の協力者の助けを借りて、ファイナライザーからの脱出に成功し、レンは、その協力者がトゥアナルへの攻撃に参加した、ストームトルーパーの FN-2187 で、あることを察知した。 ストームトルーパーから裏切り者が出たことから、レンは、ハックスの教育に疑問を呈し、クローン兵を使用すべきだと挑発した。反論するハックスに対し、レンは、ドロイドの破壊ではなく、捕獲を命じた。ハックスは、個人的な関心のためにスノークの命令に、干渉するなと言い返すが、レンは、ハックスの身の安全のためにも、地図を手に入れろと念を押すのだった。 地図を持つ BB ユニットの BB-8 が弱空から脱出した後、レーンは部下のドフェルドミタカ注意からドロイド回収の失敗の報告を受けた。脱出に FN-2187 が関わっている可能性が高いことを知ったレーンは自分のライトセーバーを起動すると近くのコンソールを力任せに切りつけた。その後、 三鷹が脱出にはさらに若い女性が関わっているということを報告すると、レンはホースで三鷹を引き寄せ、どんな女か尋ねるのだった。グアビアンデスニャングのバラティクから BB-8 は、ハンソロが所有する1と -1300、軽貨物船、ミレニアムファルコンに乗っているとの情報を得たスノークは、レンをスターキラー基地へと呼び出した。スノークは、ホースが覚醒し始めたと語った後、 地図を持つドロイドは、レンの父であるソロが所持しているという情報を与え、これまでにない試練となると言い渡した。これに対し、レンは自分にとってソロは何の意味もないと主張した。しかし、レンはファイナライザーの実質に戻ると、かつてダース・ベイダーが使用していた仮面の前で内心を吐露するのであった。ファイナライザーからスター・キラー・基地の超兵器による、 コズニアン星系への攻撃を見届けた後、レンはバジーンレタルによってもたらされた情報をもとに攻撃部隊を率いてタコダナイと進行した。ドロイドは西にいるという報告を受け、レンはドロイドを探すが、クウの廃品回収業者であるレイの攻撃を受けた。レンはブラスターによる攻撃をライトセーバーで防御すると、レイをホースで拘束した。 レーンが地図を見たことに気づいたレーンは彼女を気絶させ、ドロイドには構わず、攻撃部隊を撤収させた。レーンはレーンをスターキラー基地へと連行し、情報を得ようとした。レーンは彼女に客人として招いたと言い,い、要求の一部にも応じたが、彼女が情報の提供を拒んだため、レーンはフォースによる尋問を開始した。しかし、尋問の中、レとレンの間には奇妙なつながりが生まれ、 レンは逆にレイに精神を読まれ、恐怖を言い当てられた。レンは、スノークに、尋問の失敗を報告した。スノークは、尋問に手こずるレンを叱責したが、レンはレイに強いフォースが備わっていると主張した。スノークはレンにレイを連れてくるよう命じたが、レンが拷問室に戻った時には、レイはすでに脱出に成功していた。レンは激しく動揺し、 ライトセーバーを起動すると拷問室の拷問台や壁を力任せに切りつけ衛兵を呼んだ。レンは部下にレオを捜索するよう命令を発した。レンが基地の格納庫の封鎖を命じたとき、ハンソロがミレニアムファルコンでスターキラー基地に到着し、レンはそれを察知した。レンはスノートルーパーを率いてミレニアムファルコンに乗り込むが何も発見することはできずにその場を立ち去った。 レンは基地のエネルギー制御装置の内部で半ソロを捜作し、父親と再会する。ソロはレンを出生名で呼びかけ、レンに両親の元へ戻るよう説得した。レンはマスクを脱ぎ、自分の内心の一部を吐き出すと、ソロに向かってライトセーバーを差し出した。しかし、レンはライトセーバーでソロの胸を突き刺し、感謝の言葉を告げると、 オシレーターの深部へと突き落とした。レンは父を殺すことでさらなる強さが得られると考えていたが、レンはこの行為によって実際には弱くなったと感じていた。バランスを変えたレンは激光した中爆カによる攻撃を察知できず、ボーキャスターの一撃を腹部に浴びた。中爆カがオシレーターに仕掛けた爆弾を起動したことで、オシレーターの一部が崩壊する中、レンはその場を立ち去る例と、 フィンという名を得た FN-2187 を睨みつけた。レンはミレニアムファルコンで脱出しようとするレイとフィンを追跡しスターキラー基地の森で二人と対峙した。レイはレンのことを化け物と呼びブラスターを向けるがレンはフォースによってレイを木に叩きつけた。フィンは気絶するレイに駆け寄りアナキンスカイウォーカーが作成したライトセーバーを起動した。レンは スカイウォーカーのライトセーバーは自分のものだと主張し、フィンと交戦した。レンは多少の手傷を負いながらもフィンを圧倒し、切り伏せた。レンはフィンが使用していたライトセーバーをホースで引き寄せるが、ライトセーバーはレンではなくレイのもとへと引き寄せられ、レンは覚醒し始めたホースはレイのものであったことを悟った。レンはレイを追い詰め、ースを自分の下で学ぶよう訴えたが、 その言葉によってレイは、まず彼方の教えを思い出し、ホースと調和した。レイは逆に、レンを追い詰め、レンは顔に傷を負うが、スターキラー基地の崩壊によって生じた深い、裂け目によってレンとレイは断たれた。その後、レンは、スノークの命令を受けたハックスによって位置センサーを頼りに捜索され、スターキラー基地が崩壊する前に脱出に成功し、 訓練を完了させるためにスノークの元へと連れて行かれた。レジスタンスがイリーニウム成型から脱出した後、カイロレンはスノーク最高指導者に呼び出された。スノークはレンの傷を心配する素振りを見せるも、レンを激しく叱責し、失望をあらわにした。スノークの越見室を退出し、ターボリフトに乗ったレンは自身のヘルメットをターボリフトに何度も叩きつけ、 破壊した。ターボリフトから出たレインは部下にファイターの準備を命じた。大彩レンさんのプロトタイプに乗り込んだレインはスターファイター特殊部隊を連れ MC85、スタークルーザーラダスを攻撃した。レインは巧みな操縦でラダスのハンガーベイを破壊し、タリサンリントラを含むレジスタンスのパイロットや整備員を殺害した。メガ級。 スター・デストロイヤー・スプレーマシーからの攻撃から、味方を守るため、後部シールドを強化したラダスに対し、レンは正面から攻撃し、ブリッジを照準に捉えた。しかし、ブリッジにいた母、レイア・オーガナが自分を心配していることを察した。レンは葛藤の末、魚雷を発射することができず、発射スイッチから手を離した。その直後、 両機がラダスのブリッジを標的に魚雷を発射し、ブリッジを破壊した。ラダスがスプレーマシーの射程を外れたことで、レンはアーミテージ・ファックス将軍から撤退の指示を受けた。レンはこれに反対したが、両機が砲塔によって破壊されたことでファックスの指示に従った。顔の傷の治療中、レンはフォースのつながりによって、レジスタンスのフォース換気者であるレイの姿を見た。 二人は言葉を交わし、レンはレイが最後のジェダイであるルーク・スカイウォーカーを見つけたことを悟ったが、つながりはその直後に立たれたのであった。その後もレンとレイのフォースによるつながりはしばしば生まれ、奥ーが雨の時に生まれたつながりでは、レイが受けた雨の雫がスプレマシーにいるレンに伝わるなど、その度合いを増していった。レンが自室にいる時、 望まぬタイミングで生まれたつながりの際、レンはスカイウォーカーのジェダイを襲った夜のことを話した。レイはこの話を否定したが、確信はなかった。迷うレイにレンは過去を葬ることで自分の運命に従うことができると助言した。レイが奥島の小屋にいる時に発生したつながりでは、孤独を感じるレイを慰め、互いに手を触れ合った。しかし、このつながりは、 スカイウォーカーの到着によって立たれたのであった。奥棟を出発した後、レイはレンをダークサイドから引き戻せると信じて、レンのいるスプレマシーを目指した。レイが乗り込んだ脱出ポットを収容させることによって、スプレマシーに乗り込んだレイはレンによって検室へ連行された。レイはレンをベンと呼び、レンの未来、スノークの支配から転向することを見たと主張した。 しかし、レンは、レイの過去を見ており、転校するのは、レイの方であることを予言し、さらにレイの両親が分かったと発言した。スノークの越見室に到着したレンは、スノークにひざまずき、スノークによるレイの尋問を見届けた。スノークがレンに、レイの始末を命じると、レンは、スノークの言う通りに、真の敵に向かって、ライトセーバーを起動し、スノークを両断した。 レンとレイは最高指導者を失った復讐を果たそうと、するエリートピレトリアンガードたちの攻撃を受けるが、連携して、これを撃退した。レイはレンにレジスタンスへの攻撃を止めるように、懇願するが、レンはこれを無視し、レイに対して銀河系の支配への協力を仰いだ。レイは拒否するが、レンはレイが古いものにこだわっていると反論し、レイの両親の正体を語ることで、 レンの隣以外に、レイの場所はないと主張し、再度レイに協力を懇願した。レイは手を伸ばすが、レンの手は取らずに、レンの手にあった、スカイウォーカーのライトセーバーを、コースで引き寄せた。レンも同じく、スカイウォーカーのライトセーバーを、コースで引き寄せ、その負荷により、ライトセーバーは、カイバークリスタルごと両断された。そして両断とほぼ同じタイミングでラダスが、スプレマシーに特攻し、 その衝撃で、レンとレイは気絶した。レンが気絶から目覚めた時、すでにレイはライトセーバーを回収した上でスノークの船を脱出してスプレーマシーから脱出していた。レンは、ハックスに、レイがスノークを殺したと主張し、残されたレジスタンスを葬るべく、クレートへの部隊の展開を命じた。ハックスは、部隊は、レンのものではないと命令を拒否したが、レンは、ハックスの首を、 ホースで締め、レンが新たな最高指導者であることを認めさせた。レンキキールファーストオーダーは、惑星クレートで、全地形太陽メガキャリバー6などのオーカーによる、ビアーズフォーメーションを展開し、レジスタンスを追い詰めた。レジスタンスは、v、V-4X、D スキースピーダーを用いて防衛線を展開するが、レンは意に介さずに進軍を命じた。しかし、レジスタンスの援軍として、 1と -1300 系貨物船、ミレニアムファルコンが登場するとレンは前戦闘機にミレニアムファルコンの攻撃を命じた。反乱軍の基地の扉をバッタリングラムキャノンで破壊した後、レンは進軍を命じるが破壊された扉からスカイウォーカーが現れたことで停止を命じた。レンは全火力をスカイウォーカーに集中させた。十分な砲撃の後、 スカイウォーカーが無傷であることを確認したレンは、シャトルの着陸を命じた。ハックスは着陸を反対するが、レンはホースでハックスを叩きつけ、震言を無視した。レンはスカイウォーカーと対峙し、ライトセーバーで攻撃したが、攻撃はすべて避けられていた。スカイウォーカーはレンに謝罪したが、一方でレンの主張にはすべて反論した。そして、スカイウォーカーは、 ライトセーバーの後陣を収めた。レンはスカイウォーカーに突撃し、ライトセーバーを大きく振るったが、ライトセーバーは空を切った。レンはスカイウォーカーにライトセーバーを突き刺し、スカイウォーカーがホースによって投影された存在であったことを察した。スカイウォーカーは再会を示唆すると姿を消し、レンは絶叫した。レンはスノートルーパーを率いて、 反乱軍の基地に潜入するが、レジスタンスはすでに基地を脱出していた。司令室の床の上にあったソロのサイコロを見つけたレンは、それを拾い上げた。サイコロを見つめるうちに再び、レイと繋がったレンはレイを見つめ、レイが冷静であり、憎しみも同情も持っていないことを感じ取った。レイによって、フォースの繋がりが立たれた後、レンはサイコロを見つめ直すが、サイコロもまたフォースの投影であり、 サイコロも、レンの手の中から消え去った。気象が激しく、劇場的な性格で、ダークサイドに堕落する前のソフアナキンと共通する部分が多く、未熟な面が目立つ。通常のライトセーバーと異なり、レンのセーバーから放射される光人は、燃え盛る火のような形状をしており、彼の性格と未熟さを表しているとされる。自分は弱者を支配する権利を持つと考えるなど、 その行動も独断先行的な傾向が強い。自分の思い通りに物事が進まないとライトセーバーで周囲のものを切りつけるなどヒステリックな面も参見される。未熟ゆえにダークサイドとライトサイドの狭間で苦悩しており、崇拝しているベーダーと同じ強さを手に入れたいと考えている一方、自分は祖父ほど強くなれないのではと恐れている。 実際例にそのことを指摘された時は激しく動揺していた。映画で演じたアダムドライバーはカイロレンは何かに進化していかなきゃいけない甘やかされた金持ちの子供みたいなものだよ。自分自身を探す道のりの途中にいるんだ。自分が何者なのか見つけるためには比喩的な意味でこの場合は文字通り父親を殺さなくてはいけないこともある。一人前になるために いつかは、自己主張する必要がある。でも結局のところ、自分が何者なのか本当にはわからないものだけどね、とレンの性格を語っている。カイロレンは、ジェダイとダークサイドの教えを学んだホースの使い手であり、その矛盾する教えによって力を得ていた。レンはホースによって、驚異的な反射神経とテレキネシス能力を手に入れ、それを先頭に活かしていた。しかし、 半ソロ殺害直後の動揺した状態では、中爆下の一撃を察することはできなかった。レンはテレパシーで相手の思考を読むことが得意であり、特に囚人に対してその能力が発揮された。レンはホースで相手の動きを封じることも得意としていた。また、レンは恐るべきライトセーバーの腕前を持ち、それによってルーク・スカイウォーカーのジェダイを滅ぼした。 中爆下の防キャスターによる重傷を受けていながらも、レンはフィンを圧倒することができたが、ホースと調和したレイには敗北した。レンは父親である、ハンソロの卓越した操縦技術を引き継いだ、熟練のパイロットでもあった。レンはこの才能によって、イサイレンサーに素早さと粘毛さを持たせていた。カイロレンが、祖父ダースベーダーの意志を継ぐ象徴として被っていた。 防具としての役割とともにボイスチェンジャー機能も備える。最後のジェダイでは、スノーク最高指導者に出席された際に、馬鹿げたマスクとののしられ、その木とカイロレンは屈辱から自らヘルメットを破壊した。だが、その後、スノークを殺害し、自らが最高指導者にとって変わる。最高指導者となった約1年ほど後のスカイウォーカーの夜明けでは、 復活を遂げた皇帝パルパティーンと会談、彼が密かに準備していた大軍隊ファイナルオーダーとの同盟を結んでの銀河支配への最終決戦に臨むにあたり、以前に破壊したヘルメットをアルブレックなる修理工に依頼して修繕。アルブレックの質の秘術を用いた技工で割れたひびの部分には赤く発光する特殊な素材が用いられ、強度も以前以上に頑丈になった。 修繕されたヘルメットのデザインコンセプトは日本の工芸技術、金継ぎから着想を得たとされている。カイロレーンはマラコアの大戦乱の時代に機嫌を持つ珍しいデザインのクロスガードライトセーバーを所持していた。レーンはライトセーバーにひび割れた赤いカイバークリスタルを使用しており、そのためにプラズマの刃は不安定で揺らめく炎のように一定ではなかった。 レンはこのライトセーバーを使用して、ローサン撤回や、ハンソロを殺害した。また、大小径3本の工人を展開する独特の、形態上に、ライトセーバーを手にしたフィントの戦闘では、ツバゼリアへの近接状態にて彼の右肩に刺し傷を与えている。ライトセーバールークスカイウォーカーの下での修行中、カイロレンと名乗る、以前のベンソロであった頃は、 青い光人のライトセーバーを所持していた。このライトセーバーはスイッチをスライドさせることで起動することができ、ダイアチウムパワーセルが使用されていた。スカイウォーカーがレンの寝室でライトセーバーを起動する姿を見たレンはこのライトセーバーを用いて自分の身を守った。後に装備するようになるクロスガードライトセーバーはこれを改造して制作している。カイロレーンは 帝国のタイインターセプターやダースベイダーのタイアドバンスト X1 を彷彿とさせる機体を所持しレジスタンスとの戦いで使用した。カイロレンの対イ,イレンサーはレーザーキャノンとミサイルランチャーを装備した格形の戦闘機だった。レンの持つ操縦性能により対イ,イレンサーは速度と粘毛さをさらに増していた。対イ,イレンサーのような航空機は ファーストオーダーには他に存在せず、レンのレジスタンスを滅ぼす任務において、効果的な道具であった。ファーストオーダーが所有する、リサージェント級、バトルクルーザー。カイロレンは、アーミテージ・ハックスと同じくこの船を機関としていた。ファーストオーダーの交換に相当するカイロレンは、専用のユプシロン級、コマンドシャトルを所持していた。黒い猛禽類を思わせる。 このシャトルの翼には乗客を守るための仕組みが搭載されており、高性能のセンサーやシールドジェネレーター、通信妨害装置などが存在した。レンは惑星ク空や惑星タコ棚、惑星クレートでもこのシャトルを使用して前線に自ら、赴いた。クレートの戦いにおいて、このシャトルはジョバー・タブソンによって操縦されていた。ありがとうございます。